種目菊頭コウモリ科に属するコウモリ。宮古方言でカートゥイとも呼ばれる。日本固有アッシュであり、宮古島及びイラブ島に生息していたが、2012年に絶滅したと判断された。沖縄コ菊頭コウモリライノリホスピューマラスのアッシュとされる。現在、琉球列島のコ菊頭コウモリ類の分類が再検討されているが、本アッシュは、 元気祭以降標本が採集されておらず、さらに基準標本が消失しているため、所属がはっきりしないのが現状である。また、イラブ島から宮古ガ菊頭コウモリの可能性がある骨格標本が発見されており、日本の哺乳類、海底二班は、イラブ島にも分布するとしている。国内の古菊頭コウモリ類の中では小型であり、 前腕長が3 8ト、mm、ルから3 9ト、mm、ル、東道長が3 6ト、mm、ルから3 7ト、mm、ルになる。元アシュである沖縄小菊が白コウモリ RP ピューマラスよりも小型になり、音耳が少し短い。体毛の色もやや淡い。1971年7月に確認されたのを最後にその後の調査では確認されておらず、年の 環境省第四次レッドリストにより絶滅と評価された。また、2017年5月17日に発刊された海底沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物第3版でも、それまでの絶滅危惧 i A 類から新たに絶滅と判定されている。ありがとうございます。